テレビ局へ、強い警告として2022年、3月22日、はい、3月22日、まあ、ゲームオーバーとか ね、そんな欄も見受けられますけども、テレビ局、納骨堂の CM 使っちゃダメなんですよ。納骨堂に関して、裁判所の判決出てるんですよ。納骨堂の運営者に対して裁判所はこう判決下してるんですよ。お金は 払わせたお金全部返却返しなさいって。で、それはマインドとしてね、その人の骨集めてまでお金儲けに走って、お前一体何考えとんねんと。そういうことなんです。はっきり分かりやすく言うと、金に明け暮れるなと。こういうことなんですよ。そんなことしよったら世の中統治が効かなくなるって。あっちもこっちも犯罪者だらけになるっていうことなんですよね。で、テレビ局や、あと違うところにも、まあ、あれなんですけど、まずテレビ局の出入り禁止が、エロを売って金儲けした人間ね。昨日かな、その前の日かな、有吉さんが出てる番組で、ニコルっていう芸能人が下着の写真集を出したっていう子なんですよね。そこまでしてエロ打ってまで金儲けしたいのって、そんな人間信用できん。何かさせても、どうせ法律のことも勉強して努力で自分のその収入を豊かにしようとしてるんじゃなくて、簡単な方法で金儲けをしようとした。でそこには人間性がないと。だからもう、ニコルをテレビ局で禁止にしてください。雑誌で取り上げるのも禁止。雑誌載せてるところが反社会勢力側と僕はみなします。淡井圭介に対するこれは、宣戦布告であると。で、あと、田中理恵という体操選手ですね。田中理恵も結局金に走った。メダル取れなかったからか何か知りませんけども、多分違うと思いますよ。未来と過去の時間軸は繋がってるでしょ。だから、未来で下着の写真集なんか出してしまってるから多分メダルに手が届かなかったんですよ。これが答えですよ。田中理恵もテレビ局出入り禁止、雑誌でも扱うのやめてください。これは早急に広めてください。政府含めてね。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。